あずまです。今日はですね、僕のガラス絵っていうものをお見せします。よしよしいいね、見てくれ愉快、おもろ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 。どっち向きにするか、どっちでもおもろいね。どっちでもおもろいわ。舞台を見に行ったんです。地元を盛り上げようみたいな舞台なんですけど、音楽とかトークとかいろいろ行ったんですけど、出演者の中に普通のおじさんがいて、驚いちゃうのがものすごい元気なんですよ。ものすごい元気なおじちゃんがいて、ずっと飛び跳ねてたんですよ。出演者がいっぱいいる中で、そのおじさんがもう一人で喋り出しちゃって、で飛び跳ねて元気に行こうぜみたいな感じでビョンビョン飛び跳ねてて、最初みんなあっけに取られてたんですよ。みんなポカンとしてた、シーンとしてる中、おじさんだけがずっと飛び跳ねてるんですよ。そしたらあまりにもずっと飛び跳ねてるから、みんなおじさんの空気に飲まれちゃって笑い始めちゃったんですよ。そしたらもうそのおじさんが何やっても何言ってもみんな笑っちゃって、みんながこのおじさんに合わせたんだ。結局そのおじさんは変わらない、そこに愛があった。そのおじさんっていうのは神羅万象になったんです。みんなが合わせるしかない、ね、ちなみにそういうどうしようもないみんなが合わせるしかない人っていうのがですね、僕のあのお店には結構来ますそしたら、どうなってんだろうね。僕も変わらないですからね。どうしてんだろう。折り合いのつくところでね、好きな時に楽しいを共有して、じゃあねも言わないで勝手に離れてる感じがします。どうしようもない人間たちのどうしようもない人間同士だとどうなるのかどうしようもない人間同士親愛なる火花、あなたが陶酔するとき、あなたの周りも炎を得るでしょう。大人を構成する何千もの火花は刺激し合い、どこで火の花がひらめくのかあなたもわからない。ガラスにまた書いてペンキでね閉じてみました。すごい、なんか、いい絵だねどうもありがとうございました。